今回は数学的機能法不等式について学習していきましょう。 n が4よりも大きい自然数の時、2の n 乗大なり n の2乗を証明してみましょう。まず n の最小である n イコール5の時に成り立つことを証明しましょう。 1. n イコール5の時、左辺イコール2の5乗イコール32、右辺イコール5の2乗イコール25、よって左辺大なり右辺より成り立つ。次に n イコール k が成り立つことを仮定しましょう。 n イコール k が成り立つことを仮定すると、2の k 乗大なり k の2乗が成立します。次に n イコール k プラス1が成り立つことを仮定を利用して証明してみましょう。 2. n イコール k プラス1の時、左辺イコール2の k プラス1乗イコール2かける2の k 乗、仮定より左辺大なり2かける k の2乗、右辺イコール括弧 k プラス1括弧閉じるの2乗、左辺引く右辺大なり2かける k の2乗引く括弧 k プラス1括弧閉じるの2乗イコール2かける k の2乗引く括弧 k の2乗プラス 2k プラス1括弧閉じる、 k の2乗引く 2k 引く1イコール括弧 k 引く1括弧閉じるの2乗引く2、k 大なりイコール5より左辺引く右辺大なり14大なり0、左辺大なり右辺より n イコール k プラス1においても成り立ちます。最後に1、2より数学的機能法を用いて4より大きい自然数 n について様式が成り立つと明記して終了です。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付きをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。 1. n イコール3の時、左辺イコール2の3乗イコール8、右辺イコール 2×3 イコール6、左辺大なり右辺より成り立つ。 n イコール k が成り立つと仮定すると、2の k 乗大なり 2k、 2. n イコール k プラス1の時、左辺イコール2の k プラス1乗イコール 2×2 の k 乗、仮定より左辺大なり 2×2k イコール 4k、 右辺イコール2 k プラス1閉じる、左辺引く右辺大なり 4k 引く2 k プラス1閉じるイコール 2k 引く2イコール 2 k 引く1閉じる、 k 大なりイコール3より左辺引く右辺大なりイコール4大なり0、左辺大なり右辺が成り立つ。 1.2 より数学的機能法を用いて3以上の自然数 n について様式が成り立つことが証明できた。正解できましたか？これで今回の学習を終わります。